今日は、12日水曜日です。今もう8時ぐらいです。夜のね、何をやってるかというと、この車は車高を下げるとどうしてもギアバネが柔らかいものを使ってるので、この前側が当たっちゃうので、明日13日にネオバのテストをするんですけれども、その辺をきっちり改良して、車高を下げた状態で走ったらどうなるかっていうのを試したくて、いきなりですけれども今フェンダーをカットしてます。これをすることによってですね、今までより若干車高を下げた状態でも走れるので、もしかしたら今までのタイムを上回ることが簡単にできるのかなという、推測のもとに今作業してます。せっかくね、今年一番最初の09ネオバのテストなので、やれることはやってみようと、そういう意気込みで今やってます。この前の九州の遠征でブレーキパッドがこんな少なくなっちゃったんですよね。ほら、こんな薄くなっちゃった。今新品に変えてます。さあ、ブレーキパッドもつけて、タイヤはですね、09ネオバですね。やっぱかなり 10.5 だとちょっとラウンドっぽいけど、まあまあでもまあまあいいな。18の 10.5 に入ってますね。265-35-18 です。こっちも 10.5 の18-265 入ってます。052ですね。明日はちょっと、最初は 08R でいきます。あ、09でいきます。09で052のつもりで行ってみたいと思います。おはようございます。昨日の深夜までの作業から今朝早朝、今まあもう8時ぐらいですけれども、筑波サーキットにいます。いよいよですね、09ネオバのグリップテストです。かなり改良されて性能アップした09ネオバ、果たしてね、俺の車で052と比較してどのぐらいタイムが出るのか、確かめてみたいと思います。じゃあ行ってみるぞ。
Thank you.
かなと思って、0秒0だったの。さあ、09ネオバー1本目走りました。残念ながら59秒は出ませんでした。1分00秒3でしたね。もうちょいでした、そしてですね、悲しいことにまたエンジン不調です。いやー、もう1周目走り出してストレートでブーストが 1.8 近くかかっちゃったので、ね、まずいなと思ったんだけれども、もうタイム出さなきゃ無理だなと思ったんで、1回ぐらいはいいかなと思って走ったんだけれども、最後に苦労してしまいました。フィーリングとしてはですね、やっぱ052と比べるとやっぱり食わないです今日は路面が悪いのかなぜか、かなり暴れます。暴れはするけれども 4周目ぐらいで温まってきて、なんとか0秒台出ましたけど、やっぱり難しい。052って本当やっぱり簡単なタイヤなんだなって思いますね。ただ俺のこの車、今日はもうちょっと052でテストできないんですけど、ベストが59秒5なのでコンマ5落ちでしたね。だから09ネオバーやっぱそこそこはいいタイヤですね。やっぱりね、ゴムの柔らかさでグリップさせてるわけではないので、何周したんだ、ちょっと紙見せて。最初のピットアウトして1周目、2周目、3周して0秒8ですね、0秒08で1回帰ってきて、次にアタックをかけたんですけれども、俺が失敗しちゃったのでやめて、次に走って0秒3です。ですから実質アタックは、まあアタックというか前回で走ったのはほとんど2周なんですけども、まあ3周4周ぐらいは走ってますね。でこんなもんですね。どうですか、リアを見ましょうね。つくばは減らない側なのでこっちです。まあほとんど空と言っていいですね。ということです。内圧は、1.4 でスタートして、最初のアタックをかけて帰ってきて 1.7 でした。俺はタイヤテストのためにエンジン壊してしまいました。どうしよう、俺もうエンジンのストックねえよ、もう困ったな。やっぱりこの間の手追いのエンジンは九州だけどもエンジンだったのかもしれません。ただ0秒00は09ネオバーさすがですね。なんかね、俺的にはもうちょっとタイヤ柔らかくしてくれた方がなんかこう耐えてくれるのかなっていう。結構何回かとっちゃかりそうになってますからね、頑張って。まあ、そんな感じですので、09ネオバー、
スッと走るにはかなりいいタイヤだと。あとは街乗りです。街乗りで何キロ走れるのかも今度テストしたいと思います。以上、エンジンブローした筑波からです。速報ですからね、これ今日出します。以上です。